イギリスが韓国へ空母技術を売り込んでいることが分かりました。今回詳しく見ていきますが、情報漏洩は気をつけましょうね。イギリスやアメリカは信用していないでしょうが、そもそも F-35B 戦闘機をアメリカが売るわけがないでしょう。超機密情報ばかりですからね。売ったら終わる。2021年2月、韓国の防衛事業推進委員会は、かねてより懸案であった。いわゆる、軽空母の建造を審議、その実施を決めて、防衛事業庁を通じ、2033年までに、その艦艇を就役させるとを発表した。韓国が、航空母艦の保有を目指し始めたのは、1997年当時の金大統領時代まで、遡るとされ、足掛け25年目にして、ようやく、その計画が、現実のものとなる日を迎えたものとも言える。この当時は、日本も、まだ現在航空母艦化を進めている護衛艦、出雲、加賀、などは就役しておらず、また、中国も、遼寧や、山東、等の航空母艦は保有してはいなかった。そもそも半島国家であり、地続きの北朝鮮を最大の仮想敵国とする。韓国においても、航空母艦を保有することの有用性にはそれを、疑問視する指摘も当然のように出されていた。今回の防衛事業推進委員会の決定は、それらを抑えて推進派が実現にこぎつけたともいえ、今後建造する潜水艦への原子力推進の是非と並んで、韓国海軍の注目点であることは間違いない。韓国の軽空母は約2000億円弱の費用を設計から建造まで投入する。見込みとされており、これには、艦載機となるであろう F-35 ライトニングに、B 型の取得費用等は含まれない模様だ。現在のところ、大枠のスケジュールとしては、2022年前後に設計を開始し、2026年頃に建造に着手、2033年頃の収益をめどにしているとみられ、来年中には具体的に動き出す状況だろう。軽空母とはいうものの、満載排水量は4万トンクラスになるものとの見方が多く、全長でも250メートル、全幅で40メートル前後の艦体を持つのではないかと推測されている。日本の出雲型の場合、基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長248メートル、全幅38メートルであり、排水量で考えれば、韓国の軽空母の方が、はるかかに大型だと言える。アメリカ海軍のアメリカ級強襲揚陸艦は、満載排水量45570トン、全長 257.3 メートル、全幅 32.3 メートルのため、どちらかといえば、これに近いのが韓国の軽空母計画だと思われる。ちなみに、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の搭載数で言えば、日本の出雲型が10機前後、アメリカ級強襲揚陸艦が20機前後と、言われているが、韓国の軽空母は未だ明らかではない。ただし、前述のように、満載排水量は4万トンクラスであること、アメリカ級と違い、
純粋な空母になることを考慮すれば、20機以上の F-35 ライトニング2B を搭載可能でもおかしくはないだろう。韓国内のマスコミでは、軽空母計画が取り上げられる際に、イギリスの最新鋭航空母艦、クイーン・エリザベス級の建造に携わった。バブコック・インターナショナル社の名も、同時に挙げられてきた。これは、軽空母の建造技術ノウハウを持たない韓国にとって、その計画の成功を期するために必要となる、重要な要素だと考えられており、2021年3月に、ついに、イギリスの報道でも、これが報じられた。報じたのはイギリスのテレグラフ紙で、韓国の軽空母計画に対して、バブコック・インターナショナル社が空母建造の技術的支援に乗り出す動きを見せているという内容だった。イギリス海軍の航空母艦、クイーン・エリザベスはこの2021年に、極東方面への長期派遣が開始されることでも知られているが、この動きの中で、韓国に寄港する可能性も指摘されていた。それは、クイーン・エリザベスの寄港を通じ、韓国政府へ空母建造支援の打診を促すのではないかとの推測のためで、これら航空母艦2隻の建造で、財政難が指摘されるイギリス政府の思惑も感じられた。テレグラフ紙は、バブコック・インターナショナル社がクイーン、エリザベス級航空母艦で実現させている各種のオートメーション技術、特に、省人化と昇降機等のシステムが、韓国に寄与するとしている。クイーン・エリザベス級航空母艦は、中型空母とはいえ満載排水量が6万7000トン以上もある巨艦だが、艦艇自体は800人弱の乗組員で運航可能であり、世界で最高水準の省力化を実現している。アメリカの最新鋭のジェラルド・ R ・フォード級航空母艦は、満載排水量は10万トン超えだが、同時に、艦艇運航には2200人弱が必要であり、省力化では、はるかかに、クイーン・エリザベス級航空母艦に劣っている。こうした優れた航空母艦建造に要した技術を、イギリス本国から遠く、直接的な脅威とはならない韓国に供与し、資金を得られるというのは、イギリスの軍需産業にとっても政府にとっても、利害が一致するようだ。ドイツは、209型や214型潜水艦の輸出やライセンス生産で、韓国のその当時の需要を満たしたが、韓国がそこで得た技術をもとに、インドネシアに潜水艦を輸出するのを見て、今はそれを横取りしようとしている。このあたりのヨーロッパ各国の狡猾さは、筆舌に尽くしがたいものがあるが、少なくとも、航空母艦を、韓国が他国に輸出する危険性は、極めて低そうで、心配なのは、韓国からの技術漏洩だろう。